はい、というわけで第30回キャッシュトーナメント一次予選やっていきましょう。はい、ではファーストコースやっていきますよ。今回はね、最初はアスカを使っていきたいと思います。まあまあまあ言うてね、あれなんで。あれって何？あれってなんだ？今何を言おうとしたかな。そう、一次予選なんで、まあ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 、ほどほどにね。ちょっとノートンがまた、シャシャレ出てきて、画面がうざかったんで消しました。こうして、こうして、こう。あ、全然行き過ぎ。もっと戻されると思った。全然戻されてない。はい。そんな曲がらん？あ、はあ。はあ。ほんとはあ。あ、まあパーがいいか。あ、このポーズまだ使ってない。いいね。てか、っていうか、この制服いいね。制服にしようかな。レイの、レイさんは制服にしようかな。待ってるんですよね。今度また動画で言おうかなと思ってるんですけど。どうしようかな。迷うな。おっと。まあいいでしょう。ちょうど暖かよかった。通り過ぎずに済んだ。ここで あんまり弱くするとね、なんか手前に落ちるんですよね。だからそこそこ強くしないといけないっていう、ね、っていうイメージがある。ここのポーズがやっぱ一番いいな。なんかぽいよな。知らんねんけど。相変わらずその元々のエヴァ作品俺知らんからさ。何も言えないけどさ。ただ僕が今日、感じたこととしては、あれですね。今日はね、やっぱ今日これ、この制服姿更新入ったじゃないですか。それで感じたことは、ああ、早く後ろにこの新キャラ欲しいって、って思いました。ああ、早くルーシェ来ないかなって僕は思っちゃいました。よくないね。よくない。よくはないけど、思ってしまうのは仕方のないことではないのだろうか。僕は早く後ろにこのキャラクターが見たいです。なのでね、楽しみです、僕は。逆に考えたら、コラボの後、誰を来るのか。だからコラボで、人はね、集まったんで、あとは誰をね、白猫キャラの誰を出すことによって、よりね、そこの今後もね、エヴァから入った人も、やって続けてくれるって意味で、誰が来るのかな、という楽しみなんですよね。いいね。いいよ。次のコース行きましょう。よし。今日どう？今日ちょっと普段がさ、あ、やっぱ大丈夫なんですよ。普段 AirPods がさ、恐ろしくさ、訪れしまくってさ、腹立つからさ、今普通にヘッドホンでも聞いてるんですけど、ずれてないんですよ。うん、あ、全然ずれてない。いや、録画の時はずれはしないんですけど、いざね、聞いてみるとね、めっちゃずれるんですよね。それがね、今回は、まだ良かったかな？大丈夫かな？現状大丈夫なんで、よかったよかった。うわ、やりすぎた。ヘッドホンで聞くことによって、大丈夫になったからよかったです。あ、強かった。もっと弱くてよかった。いや、こういうとこちゃんとね、ちゃんとできるようにならないとあかんよね。最近ここよ。アプローチがだんだん下手になってきてる。ああ、マジで。今のマジで。そんな曲がらなかったんか。これは良くない。これは反省です。今後の反省点です。ほい。ボギー。次のコースで行きますよ。そうでね、やっぱね、白猫キャラね、来てほしいなっていうのは常々思ってるんでね、どんどん出してくれって、僕は本当にそれをただただ願っております。
もっと、まあやっぱ、でもさ、コラボでさ、月に2キャラ出せることは分かったわけや。言っちゃえば。言っちゃえばさ、月に2回新キャラ出せんねやろ。やったらね、やったら、ね、出してもろてもええねんで、って思いませんか？ね。月に2回ね、キャラ出せてるんで。それも同時に、同時に出せてるじゃないですか。同時に出せてるんで、これじゃあね、ひと月ね、半々に分けて2キャラぐらい出せるんじゃないの？って思っちゃうのが、運営さんには申し訳ねえなと思っております。次行きましょう。さあさあさあ。まあまあでもね。まあ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 。まあいいですよ。まあまあ、単純にね、いろんなキャラを出してくれ。まあ男キャラ出して、男キャラも出してほしいけど、まあまあ女の子キャラかな。まあ、誰やるな。ちょこちょこ言ってるけど、まあ、まあ、なんか、フェネッカ、リルテッドとかね、あの辺かな、出すとしたら。ぽいの。あとはまあ、ゴルフで やってるって意味では、チャグマでやってたトアとかね。あの辺ありやな。来たらちょっと欲しくなるね。とにかく僕でもルーシェ早く欲しい。この闘神のルーシェが見てんじゃい。オーケー。なんかめっちゃ音割れしてるけどね。なんか今さ、あのヘッドホンで聞いてるプラス自分の声が聞こえてるんで、すげえ声でかくしたら、バリバリバリってなるんだけど、大丈夫かな？ということで、第30回、記念すべき30回の一次予選はマイナス5で終了となりました。皆さんもね、ぜひぜひね、いつも通りキャッシュとなるとやっていきましょう。以上、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。チャンネル登録、いい感じです。はい、ぜひツイッターの方お願いいたします。それでは。